までのディスガイア6、超転生した Z たちを待ち受けていたのは新たな世界だった。ごきげんよう、ごきげんよう。そこは教育現場の最前線、裏若き乙女たちが淑女のたしなみを身につけるために集う花香る学園都市。3年 Z 組魔女博士先生、またいろいろ混ざっとるぞ。先行、俺は腐ったみかんなのかよ。違う、お主は腐ったゾンビじゃ。臨時ニュースです。先ほど学園都市の3年 Z 組の教室付近に反抗期に入ったと思われるダンプカーが特に理由もなく飛び込み、大変な被害が出ている模様です。現場の安否が気遣われます。先行、なんで俺をかばった。死ぬんじゃねえ先行。私は死にましぇんって、やっぱりなんか混ざっとるぞ。輪廻の歯車は回り、そしてまた新たな物語が始まる。あら、やだ、この濁った空気、鼻をつく悪臭。なんだか最悪の世界に転生しちゃったみたいね。最悪で悪かったな。ここは俺とビーコの故郷だ。ってことは私の第二の故郷ね。なぜそうなる。どんな場所でも Z 様と一緒なら住めば都ってことよ。でもひどいありさまですね。これってもしかして。ああ、全部ビーコが破壊神になったあの日のままだ。 Z、 超転生がこの地を選んだのは偶然ではなかろう。決戦の時が近いのかもしれん。今度こそ躊躇するな。お前の手でビーコを楽にしてやれ。ああ、分かっているさ。俺は今日、ビーコを殺す。第10話、最後の戦い。どこへ向かいますか？ビーコちゃんを殺すって他に方法はないの？ Z 様、メロディアの言う通りじゃ。考え直せ Z。 ビーコはそなたの大切な妹じゃろ。ああ、何よりも大切な妹だ。だからこそせめて俺の手で苦しみから解放してやりたいんだ。大切な妹さんを手にかけなきゃいけないなんて、そんなのひどすぎます。うん、他の方法を見つけようぞ。金で解決できることならいくらでも協力するのである。やめておけ。お前たちのその優しさは Z を迷わせ苦しめるだけだぞ。しかしのこのままではあまりにも。
話はそこまでだ。おい、そこの連中、出てきやがれ。何者じゃこやつらは。この村の連中だ。リーコのせいで村が破壊されたから仕返しに来たんだろう。そんな皆さん聞いてください。村を破壊したのはビーコちゃんではなく、破壊神になったビーコちゃんなんです。ピオリオ、それでは何の言い訳にもなっておらんぞ。散々俺とビーコに嫌がらせをしてきた連中だ。言い訳したところで無駄だぜ。こんな奴ら俺一人で十分だ。今までビーコをいじめてきたお返しだ。ぶちのめしてやるぜ。次に俺の拳を受けるぞ。俺の拳を。さあ、力が。恐れをおののきなさい。死ぬな。ぶっ飛ばすな。こちらの番だ。が死ぬなら死ぬな。支配してやります。ぶっ飛ばす。俺が邪魔するからこうなるぜ。とどめを刺さないでよかったのか、ゼット。ああ、ビーコをいじめたことは今でも許せねえが、これ以上やったらあいつらと同類だからな。変わったな、ゼット。以前のお前なら高笑いしながら村人たちにとどめを刺したろうに。そうか、別に俺は変わってねえけどな。それよりもケルベロス、村の連中ってこんなに弱かったか。昔は殴られるわ、蹴られるわ、腕はもがれるわ、めちゃくちゃされたけどな。お前が強くなりすぎたのだ、ゼットよ。幾万回と頂点性を繰り返し、最強の破壊神に迫る力を手に入れた。ただの村人ごときが今のお前にかなうはずがない。そう、強くなったんだな俺。けど強くなるのは遅すぎた。ご案内します。ノー、ゼット。ビーコは優しい子だったのじゃろ。ああ、超絶優しい。優しいとはビーコのためにある言葉だ。そんなビーコがどうして破壊神になってしまったのじゃ。それがわからねえんだけど、その瞬間のことは鮮明に覚えてる。あの日、いつものように村の連中がビーコをいじめていたんだ。俺はビーコを助けようとして、けどあっさり返り討ちに遭って、泣き叫ぶビーコの前で俺は腕をもがれて足をへし折られて、壊れた人形みたいに扱われていた。まあ、なんてひどい連中なの。許せないわ。俺は別に平気だった。ビーコさえ無事ならそれでよかった。だからいつも通りに連中が飽きるか疲れるまで好き放題やらせておくことにした。その時だった。突然ビーコの体に異変が起きて、あっという間に破壊神に変身したんだ。変身したビーコは凄まじい勢いで村を破壊しまくった。今まで溜め込んでた怒りをぶつけるみたいに。では、Z を傷つけられた怒りがビーコを破壊しに変えたのか。それはどうかしら。
子ちゃんみたいな優しい子がちょっとよそっと怒ったところで破壊神になるとは思えないけど、これはなんだか悪事の匂いがしますよ。どこぞのアホな魔王が超古代の破壊神復活を企んでいるという噂を耳にしたことはあるが、それです、その魔王が犯人ですよ。ふむ、可能性大だな。そうなのか、それが本当ならそいつのことは100万回ぶっ殺してやる。けど俺にとっては原因や犯人を探ることよりも一刻も早くビーコを救ってやることの方が大事だったんだ。どうせ俺の腐った脳みそじゃいくら考えたところで答えは出ねえし、余計なことは考えずに突っ走ってきた。破壊神の中で一人ぼっちで泣いているビーコを早く救ってやりたくて。そうよね、ビーコちゃんを救うことで頭がいっぱいだったのよね。破壊神を倒す以外にリーコちゃんを救う方法があればいいんだけど。どけよ、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 やっと、さあ、やっと、無敵地獄の勝利だな。申し訳ない、まだまだね、どけよ、どけよ、まだ行かせてもらう、おい、とや、我らの番。圧倒的地獄。行かせてもらう。出会え出会え。大好き。最高のテンションだったな。ありがとう。ねえ、ゼット様。本当に破壊神を倒す以外に。リーコちゃんを救う方法はないの？またその話か、しつこいなお前も。だってこのままじゃゼット様もビーコちゃんもハッピーエンドになれないじゃないの。ああそうだな。ゼット様はそれでいいの？いいわけねえだろ。だけどしょうがねえだろ、俺たち兄弟には最初からハッピーエンドなんてねえんだよ。ビーコを殺して楽にしてやる、それがバッドエンドの中でも一番マシなバッドエンドなんだよ。それじゃあ超転生してビーコちゃんが破壊神に変身する運命を変えるのはどうですか？超転生で運命を変えることはできない。マジョレーヌの過去を変えられなかったことでそれは証明されたはずだが。でもみんなの力を合わせれば奇跡が起きるかもしれませんよ。無理だな。運命を変える方法も破壊神を元に戻す方法もない。金か、金で解決できるならわしが出してやるぞ。金の力も愛の力も正義の力も運命を変えることはできない。なぜそこまで断言できる？お主何を知っているというのじゃ。かつて破壊神になった恋人を救うべく超転生を繰り返し続けた男なんだ。男は5体バラバラになるまで戦い続けた。恋人を元に戻すことも運命を変えることもできない。破壊神は殺すしかないの。これは全てを失い犬頃に落ちぶれた男が経験した事実だ。
ご案内します。ワンコちゃんも過去に大切な人を失っていたんですね。破壊神になった恋人はどうなったの？私がこの手で殺した。そう、辛かったわね。その後私は過去を変えるために超転生を開発し、 Z と同じように超転生を繰り返した。それこそ気が狂うほどの回数をな。そうじゃったのか。すさまじい執念じゃの。しかしそれでも過去は変わらなかったのか。ああ、変わっていれば犬頃にはなるまいよ。これが現実だ。だからもう Z を迷わせてやるな。B 子を救うには殺すしかないのだ。この事実に一番苦しんできたのは他の誰でもない Z だ。うるせえ、余計なことをベラベラと喋ってんじゃねえよ、クソ犬が。俺はもう迷わねえ。これからそれを証明してやる。蹴散らしてやる。はい、行きましょう。もう一つ手を貸して。この世界も闇に染まった。だましだましやってきたが、 Z の肉体はもはや限界を超えた。もともと Z はひ弱なゾンビだったのだ。ここまで戦えたのが不思議なほどだ。次の破壊神との戦いが最後だろう。勝っても負けても Z の体はかつての私のように五体バラバラに。そんなの困るわ。私との結婚とハッピーエンドはどうなるのよ。ねえ、Z 様。大丈夫だ。いざとなったらわしが金を出してロボットに改造してやるのである。名案です。ぜひ巨大なやつでお願いします。そうすれば虹色戦隊ニジレンジャーに念願の巨大ロボが加わるのです。勝手にしろ。お前らには付き合ってられねえぜ。 Z よ、決戦の前に少しでも体を休めるのじゃ。どこか良い場所はないのか？ふん、ここにいい場所なんてねえよ。俺の体のことよりも B 子。この先に Z たちの家がある。そこなら少しは休めるだろう。おい、ケルベロス。はいはい、いいからいいから、ここは一休みしましょう。Z 様、
どこへ向かいますか？ここが Z 様のご実家。ということは、今日からここが私と Z 様の愛の巣というわけね。なぜそうなる？せっかく休みに来たのに、大声出させんじゃねえよ。おお、この写真は、この子がビーコちゃんか。手に触るんじゃねえ。ほら、タンスの引き出しには Z 様のパンツが。うわー、かわいい。やめろ。お前ら、俺を休ませる気ないだろ。許してやれ、Z。みんな、お主の心を少しでも和ませてやりたいのじゃよ。本当かよ。な、何事なのである。こいつら、さっきの仕返しのつもりか。いいぜ、そっちがその気ならとことん付き合ってやるぜ。ドキドキさまの運命の時が来たよ。気がしたら運命の方向で誰に続けるの。まだ始まったばかりだ。今度はこちらの番だ。それ、一斉に目を当て。こちらの番だな。反撃開始。友情勝利。何度まで。俺は何しよっかな。時は満ちた。支配してやります。弱いエンジンで力を出してやります。この僕が。そんなの認めません。こんなもんじゃな。行くぞ、お前ら。今度こそ終わりにするぞ。本当にいいの、Z 様？ああ、もう終わりにしてやってくれ。俺の体はもうボロボロみたいだ。悔しいが、俺一人の力じゃこの戦いを終わらせることができねえ。悪いが、お前らの力を貸してくれ。俺にはお前らが必要なんだ。頼む。なんと、 Z が人に頭を下げるとは初めて見たのである。弱音を吐くのも初めて聞いたぞ。よほど思い詰めているのじゃろう。大丈夫よ、Z 様。あなた一人だけに辛い思いはさせない。そうです、苦しみも分かち合いましょう。私たちは仲間なんですから。お前ら、いい仲間に巡り会えたな、Z。 仲間か。そんなもんいらねえってずっと思ってたんだけど。行こう、ビーコが待っている。あと少しだ。待ってるよ、ビーコ。兄たんが楽にしてやるからな。俺は父親のことも母親のことも知らない。でもビーコがいたおかげで幸せだった。ビーコが笑うと温かい気持ちになった。ゾンビの俺にも血が通ってんじゃねえかって錯覚したぐらいだ。そんな優しいビーコが笑うこともできずに破壊するだけの存在になるなんて、そんな
あっていいわけねえよな。ビーコ、お前を天国に送ってやる。でも、ニータンは一緒に行けそうにない。ニータンは強くなるために悪いこともたくさんしたから、天国は無理だ。ごめんな、ビーコ。ご案内します。